どの上忠史林は、愛知県春日市出身のプロ野球選手。宇と右内ち。中日ドラゴンズ所属。高校時代は、終わりのプリンスとも呼ばれた。父のどの上え氏は中日で投手として、兄のどの上剛つ氏は、中日や読売ジャイアンツで外野手としてプレーした。愛知県出身。幼稚園時代に、兄、剛弘氏が所属していた。 名古屋北リトルで特別に許可を得て、公式野球を始めた。カスガイ市立三王小学校を経て、カスガイ市立千田中学校に進学し、名古屋北シニアでは、中学1年からレギュラーを獲得し、遊撃士を呼び投手として活躍。中学3年だった2003年8月に、横浜スタジアムで開かれた全日本選手権では、左中間席へ特大本塁打を打った。 つよしがドラフト会議で中日から6位指名を受けた直後の同年11月29日に名古屋ドームで行われた中日ドラゴンズのファン感謝デーではリトルシニア東海選抜の4番投手として先発出場し相手投手を務めた福留康介から左翼席へ本塁打を放った中学校卒業後は愛知県名古屋市の愛工大名電高等学校に入学 一年生からレギュラーを獲得し、二年時の2005年春の甲子園では、4番に座りに本塁打を記録し、優勝に貢献した。また、同年夏の甲子園に向けた愛知県大会では、豊田大谷高校との名古屋ドームでの決勝戦で、本塁打を放った。同年9月には全日本高校選抜として、韓国で行われた第6回トリプル a アジア、野球選手権大会に参加し、 日本類打で最多本類打のタイトルを獲得。3年時の2006年夏の甲子園に向けた愛知県大会では重視球と勝負を避けられる場面が多かったが14打数7安打と打率5割を記録し県大会優勝の原動力として活躍。しかし本大会では初戦敗退を喫した高校時代の甲子園3大会の通算打率は480 高校通算55本塁打を記録し、超高高級スラッガーとして注目された。ポジションは遊撃手、選抜優勝時には三塁手として出場した。2006年ドラフト会議にて、中日、阪神タイガース、読売ジャイアンツの3球団から1巡目指名を受け、中日が抽選で交渉権を獲得したため、当、兄と同じチームに入ることになった。親子3人が、 プロ野球選手かつ同一球団に所属することは史上初であった。ちなみにこの時の阪神外れ1位は野原正志、巨人外れ1位は坂本隼人である。背番号は24。2007年は一軍出場はなかったが、ウエスタンリーグでは出場試合数の8割近くを4番、3塁手で先発出場した。打率は低迷したが、本塁打は。 チーム3位、打点はチーム2位と、長打力と、勝負強さはあった。また、シーズン終了後、福留康介が、シカゴカブスへ移籍したことにより、背番号を24から1に変更した。2008年2008年も2軍で開幕を迎えるが、北京オリンピックで、荒木正宏、森野正彦が抜けた中、8月3日に、初の1軍昇格を果たす。しかし、 三試合に出場し、一打数無安打で七日後に二軍に降格、以後一軍に昇格することはなかった。二千九年三月一日の北海道日本ハムファイターズとのオープン戦で金森隆幸からオープン戦初本塁打となる二点本塁打を放つ。また、この二打席前には兄、強し広も本塁打を放っており、オープン戦で同一インニングのアベック弾は、 史上初であったが、開幕一軍を果たすことはできなかった。2010年、6月16日に一軍昇格。その日の対日本ハム戦から、先発出場、6月18日の対、読売ジャイアンツ戦でプロ入り初安打、6月27日の対広島東洋カープ戦でプロ入り初本塁打を記録するなど、82試合出場で打率、263、5本塁打、 30打点を記録。2011年、62試合出場、打率。209、日本塁が、10打点に終わる。2012年、開幕を初めて一軍で迎え、自己最多となる116試合に出場した。2013年、74試合に、出場、2年ぶりに、本塁打を記録。オフに、選手会副会長に就任した。2014年、オフに、 自身の背番号をこれまで兄の強しひが着用していた63に変更。これは球団から背番号の変更を宣告された際に自ら申し出たと述べている。2015年、この年も打撃の調子が上がらず、守備固めでの起用が中心となり、42試合の出場にとどまった。オフの11月30日には選手のお会にて、 翌年以降も引き続き選手会副会長を務めることが発表された。2016年は開幕から遊撃のレギュラーとして起用され、自己最多の131試合に出場。初めて規定打席にも到達し、打率254ながらいずれも自己最多となる116安打、6本塁打、46打点を記録した。2017年は新人の兄弟洋が、 オープン戦から遊撃手として起用されるとそのまま、開幕スタメンに起用されたため開幕から控えとなった。9月には、左手遊行骨を骨折し戦線離脱。91試合の出場で打率。205、1本類打8打点に止まった。2018年は、代打や守備固めでの出場が中心となり、打率も、213、6安打10打点と思うような結果は残らなかった。 この年のオフに打撃フォームを菅入した風に改造する。シーズンオフの動向が注目されたが FA 権を行使せずに残留。この時2021年シーズンまでの3年契約を結んだことを翌2019年のシーズン終了時に明かしている。2019年はキャンプ中の練習試合から調子を上げていき、 3月29日横浜スタジアムで行われた開幕戦で初の開幕スタメンを京田から勝ち取りヒットも放った6月4日対福岡ソフトバンクホークス戦で代打で出場し満塁本塁打を放ち史上初の兄弟で代打で満塁本塁打を記録した8月12日対阪神タイガー,アース戦ではオネルキガルシアから1 0を二点本塁打を放ち プロイリアと初となるシーズン2桁本塁打を記録した。シーズンオフの10月9日に、前述のように2021年までの3年契約を結んだことを明かした。同月21日、名古屋市内の病院で右肘関節形成術を受ける。2020年、開幕戦となった6月19日の対東京ヤクルトスワローズ戦で決勝の中義比を放った。 28日の対広島戦で代打で出場した際に右肩に痛みを感じ、29日に右肩の腱板不全損傷と診断された。翌30日にリハビリを開始した。内野ならどこでも守れるユーティリティープレイヤーであり、特に遊撃の守備はチーム一と評されている。一方で打撃面は長打力があるものの確実性を課題としている。 誰からも慕われる人望が厚い人物であり、後輩には必要に応じて助言を送っている。2020年の春季キャンプでは、当時入団1年目の石川昇渡に対して熱心に守備面の助言を送っていた。中学時代には、将来の夢はプロ野球選手、好きな球団は中日と述べていた。また、尊敬する人として、兄、剛よを好きな選手として、 松井和夫と谷重元信、岩田博和を挙げていた。2012年1月3日に結婚していたことが、同年3月に発表された。ありがとうございます。